新型コロナワクチンの感染予防効果、重症化予防効果、それを聞きました、質問収集で。データで出してください、今調べているところですと。これ事実か、教えてください。今、委員のご指摘の点については。主計の方はちゃんと査定やってますか。さっきの基金もそうだけども、こんなことやるんだったら、まずコロナ対策、これ、予防接種です。これ、本当にね、予防接種って言えるんですか。僕、この間、質問収集を出して、大臣、実は私、この1年間、がんだったんですよ。がんで、それで自分のがん細胞を調べたら、例の予防接種、コロナワクチン由来のものが、私の、免疫細胞を壊してました。それで悪性リンパ腫になった。で、それを抜いて、今、髪の毛も生えてきましたし、そして、まあ、一応、寛解まで来たんですね。だけど、今、どれだけ超過脂肪出てます。そして、このワクチン、皆さん、今、それに加えてですね、レプリコンって名前は出しちゃいけないけども、いわゆる複製型のワクチンに対しても、お金出してますよ。ね、これ、お手元の資料見てください。この予算の取り方、毎年当初で3億6000万、3億6000万、3億5000万とかやってるんですよ。実際にはどうかというと、これ見てみてください。この47年間の合計で、これ、今回の新型コロナワクチンじゃないですよ、この新型コロナワクチンじゃなくて、予防接種、ほかにもいっぱいありましたね、その被害者が、死亡が158件です。件数は3636件です。ところが見てください、これ。もう今何件ですか。亡くなった方が去年、この令和5年度だけで412人ですよ。で、もしも僕があのまま向こうに行ってたら、僕もこれですよ。で、よくね、政策評価してみてください。厚労省に聞きますけども、皆さんは、ワクチンの、僕の質問収集書に、ワクチンの、新型コロナワクチンの感染予防効果、重症化予防効果、それを聞きました、質問収集書で。データで出してください、今調べているところですと。そういう答えをしましたね。これ事実か、教えてください。簡潔にお答えいたします。今、委員のご指摘の点については、そのとおりでございます。でしょ。いや、だからね、予防接種ってしていいんですか。今度4月からみんな、この4月から受けるのは、皆さんの自主判断でやってくださいと、皆さんの周りにもおられるんじゃないですか、コロナワクチンで僕のようにがんになった、あるいは血栓ができた、あるいはブレインフォッグって言って、もういきなりいろんなことができなくなった、増大してるんですよ。だけど、今おっしゃったでしょ、効果は分かんないけど、リスク、なくなってる人はこうやってあるわけじゃないですか。で、財務省は、厚労省が言ってるまんまに、このワクチン関連の、これは救済ですからいいんですけども、まだこれからワクチンにお金をかけると、よその国はもうやめてますよ、このワクチンの実態を知ったから、これ別に党派関係ないです、国民の命を守らなきゃいけない、さっきの複製型ワクチンってなんだっていうかというとですね、これは自分を増殖させていく、忍者だという。言うと変身しますよね。そして変身するじゃなくてだけじゃなくて変わるんです。DNA に触るような RNA に触るようなそういう実験をですね、日本でなんで先進的にやるんですか。DNA や RNA に触るようなものっていうのは長く時間かかるんです。よそでやってないのを岸田首相は日本は一番治験しやすい国にするとかおっしゃってるわけです。最高を望みます。で、査定の時に効果とリスクをちゃんと見てください。さっき言った外国企業についてもそうです。経済安全保障だって言ったら何でもできるわけじゃない。これは次の質問でやりますが、あとウクライナ、最後に聞きますが、これも事務方で結構ですけども、この間アメリカ行ってきた。アメリカはこのウクライナに対する予算が実際に届いてるか、横流しされてるんじゃないか、もう出すのは無理じゃないかということを言ってます。私たちが出した予算の総額、
そしてこれがちゃんと届いてるのか、何に使われてるのか教えてください。お答え申し上げます。ロシアによるウクライナ侵略は国際秩序の根幹を揺るがす暴挙であり、 G7 をはじめとする国際社会と緊密に連携しながらウクライナ支援を強力に推し進めていく必要があるということは、これまでも繰り返し国会等の場でご説明申し上げているとおりでございます。答えだけしてください。はい。そういった考えのもとで、今まで人道復旧復興の分野における支援、財政支援等を実施してきております。まず規模についてご質問ございましたけれども、総額、これまでに表明したものを申し上げますけれども、まず総額76億ドルの支援を表明実施中。日本円にしてください。ここ日本です。ちょっとその表明時のレートと今のレートの差とかもあるものですから、今ちょっとドルベースでしか今ございません。申し訳ございません。それに加えまして、昨年12月の G7 テレビ首脳会議におきまして、岸田総理から人道復旧復興支援を含む10億ドル規模の追加支援を決定した旨表明、これに加えて35億ドル規模の追加支援、財政支援を平成6年当初予算で決定済みという、こういう状況に今ございます。でもちろん、ウクライナ支援が適切に実施されることが重要だという考えは委員ご指摘のとおりでございまして、これまでも実施した支援のフォローアップを行うとともに、ウクライナ政府をはじめとした関係機関と密接に連携して、しかるべき対応を行ってきているところでございます。委員長、財務大臣、聞かれましたか。さっき野田さんが合算方式言いましたね。それからインボイス、いくらですか、その総額で。今回の子ども子育て予算ってやってるけど、あれ、各省に散らばってたのを集めて、これが子ども子育て予算ですってやってるだけじゃないですか。日本人にお金使ってください。日本にお金使ってください。そして、財務当局はちゃんと査定してください。アメリカこれで CR って言って予算が通らなくて、去年の9月の末にですね、僕アメリカ行った時に、まさに政府機関が閉鎖されるって言うんで、日本帰ってこれるかどうかと、今だって揉めてますよ。アメリカでも確認できないものがどうやって日本に確認できますか。そして月曜日には岸田首相がですね、東京でゼレンスキーさんをお招きになってですね、そして復興会議をなさる、またそこで巨額のお金、これも今、ドルで言ったけども、1兆円はるかに超えてるじゃないですか。中国の方が日本よりウクライナより近いんですよ、ウクライナと。なんでここまでやります。ウクライナが憎いんじゃないんですよ。これ以上やれば、ますますウクライナの方々は、もう30万人、40万人亡くなってるじゃないですか。そのことを申し上げ、結びになりますが、財務大臣、冒頭申し上げた、ぜひ岸田首相に第三者委員会、これやってください。政治全体が沈みます。そのことをお願いして、質問を終えたいと思います。ありがとうございました。